この大会なら誰でもチャンスがある。どうもバキュンバキュンのレジ君です。ということで早速本題に入るんですけども、見てくださいこちら、フォートナイトメアカップ。なんかハロウィンのデュオ大会とかかなと思ったんですけど、こちらを見てください。大群ラッシュ、このモードで大会、そして2000ポイント集めることでこんなに報酬もらえるんすか。ありがとうございます。ということでこの動画ではフォートナイトメアカップのあれこれについて話していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで早速詳しい内容を見ていきましょう。フォートナイトメアカップに参加してビジュアルアイテムをゲットしよう。手短に説明しますね。まずスクワットを集結させよう。スクワット、なんとかカップでスクワットは久々だね。そしてね、もう書いてあるんですよね、フォートナイト史上初の PVE プレイヤーと人間と、まあ、ボットコンピューターのトーナメントで競い合うスクワットを組んで今すぐ大群ラッシュの練習をしようということでね、今回の敵はゾンビキューブモンスターなんですよね。時間もかなり長くてね、10月23日土曜日の昼の2時から月曜日の朝の2時まで、これ超重要で今までの大会で一番長いよ期間。まだまだ面白い情報あるんでよく聞いてください。ちょっと下行きますね。これ見てください。最初に組んだスクワットで出だしでつまずいて、もっとハイスコアを目指したい。俺噛みすぎじゃね。この後チームメイトを変更して再挑戦しても罰則はないぞ。異なるスクワットの組み合わせであればランキングでは別扱いになる。これ2つの意味で取れるんですよね。プレイヤー1人に対してこの大群ラッシュのマッチに5回マッチングできるのか、別の人を入れたらまたねカウントリセットされて最初から5回できるのか、2つ意味があるんですけど、ここにね商品獲得条件を満たしたプレイヤーは各カテゴリーからもらえる商品は1つずつだけって書いてあるってことは、多分毎回5回別の人入れたらできるんじゃないのかなと思います。近かったらごめん。さあということで気になるポイント形式なんですけども、報酬全部ゲットするには200万ポイント、5回マッチの合計が200万ポイントですね。なんでまあ1回あたり40万ポイント、そうですね、ちょうどチャレンジと同じ感じ。40万以上を安定的にね出したら全部もらえます。これね、大群ラッシュでの1000ポイントは1トーナメントポイントなんで、ロード画面は500ポイントイコール500万ポイント、スプレーは1000ポイントイコール100万ポイントで、グルードゲームこれ2000ポイントなんで200万ポイント、そんな感じですね。で、どんな感じかというと、ロード画面だけねちょっと見れたんですけど、こんな感じ。かっこよくねえか。まあ、一番気になるのはやっぱりこのエモートアイコンだよね。グルードゲーム、エモートが良かったな。でももしこの大会が盛り上がったら第2弾第3弾ってね、エモートからのスキンとかになってくるかもしれないね。盛り上げていきましょう。え、なになに、200万ポイント取れるわけないって。大丈夫ですよ、僕が出したこの動画見たら絶対 100% 取れます。見るのめんどくさい方のために口で説明すると、ボーナスのダイヤは絶対取る、その状態でボスを絶対に倒す、この2つを5回の街でやってください。超簡単です。なんで僕は1兆ポイントとか目指そうかな。はい、ってな感じで短い動画になっちゃったんですけど、フォートナイトメアカップ2段階認証をね当日までお忘れずに、そしてスクワットなんでね、友達の友達くらいまで必要だな。俺はゼロだから何かけてもゼロだけど、土曜日昼の2時、皆さんベストを尽くしていきましょう。でまだこのクエストやってない人は、こんな感じでめっちゃ可愛いバッグとかブランケンクマちゃんと、まあいろんな報酬があるんで、ぜひ練習がてらにやってみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。参考になったらチャンネル登録よろしくお願いします。大群ラッシュでまた会おう。さようなら。